スに加入する前の印象と加入後の印象の違いはありますか？3人じゃないですか、聞くの。ああ、なるほど。相馬さんが行きます、うん、いや、俺は単純に仲悪いんかなと思ったらめっちゃ仲良かったっていう。仲悪そうでしたもん、正直。マイスさんとヒカル絶対仲悪いと思った。ああ、なるほどね。で、2人もそんなに興味ないのかなと思ったらめちゃめちゃ仲良かった。一体、なんで誰誰誰誰いや、それはマジっすよ。マジで、マジで。映像で見てって、お前の。え、元自衛隊の手挙げちゃダメですよ。映像で見てって。守る人でしょ。映像で見てって。強かったっすよ。痛そうでしょ。びっくりしたわ。仲悪いそうって言っちゃうから、ラファさん怒っちゃった。いや、めちゃめちゃ。マジで。いや、でも今、後ろ向いた瞬間、目あったもんだって、ラファさん。じゃあ、怒るじゃないって、マジで。めちゃめちゃ声目してた。仲悪いとか言うから怒っちゃった。まあ、じゃあ、小田家はどう？闇の組織感っていうか、印象は悪かったです。まあやっぱ悪かったね。まあ、よく言われるよな。知らないからこそ見るのも拒否してた部分はあったんですけど、でも入るとめちゃくちゃ楽しいし、輪がちゃんと出来上がってるからすごい入りやすかったです。だから毛嫌いしてたんだなっていう。よかったな、はい、ファミリーね。ファミリーだ、うん、じゃあ次行きますっしょ。これ仲間外れやん。橋岡外れするこれ。じゃあ、教えてください。めっちゃ入っていい印象。入って初日じゃない。そうだ、あります。印象の変化。あります。言わせてくださいよ。僕はもう、傍から見て楽しそうに見えてましたから。おもろいのが、前さんと笹毛さんのポジションでのその協力の仕方がおもろかったですね。ヒカルさんが全部一人で決めてるのかなと思ったから。ああ、なるほど、なるほど。そうじゃないんやって。はい、結構みんな協力してやってるんだっていう。そう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 。意外でした、それが。やっぱカットしてもらえたらもう。カットされなかったですね。ちょっとカットしてもらえたら。